iPhone、iPad 活用ラウンジを始めます。12月、今日は27日ですね。もう本当に、今年も間もなく、もう終わろうとしてますけども。今日は、皆さん、今来られましたね。三宅拓先生いらっしゃいました。はい。すいません。声が、はいはい。今ですね、始めましょうというところで、でしたので、はい。はい、すいません。ギリギリになってしまった。はい、はい。もう年の瀬をもう、はい、迎えて、だいぶ、忙しいところだと思いますが、よろしくお願いいたします。はい、脇さん、ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっとお久しぶりになるんですけども、本日もよろしくお願いします。今日はあれですよね、SNS の、活用について、井上さんの方からお話を聞けるっていうのを聞いてますので、はい、井上さんはもう入られてますかね。はい。はい、入ってます。よろしくお願いします。さあ、今日は改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はあれですね、SNS の活用を中心にっていう形でかなと思うんですけど、ちょっと、まあ、改めて簡単に自己紹介も含めていただければと思うんですけど。はい。皆さん、こんにちは。東京都から、井上直也と申します。MDSI サポートとして、iPhone、iPad の出張サポート、行っています。また来年1月からはですね、また神戸アイセンタービジョンパークの方でもですね、iPhone、iPad、体験相談会を、第2、第4の火曜日ですね、の午後に、また開催、2年ぶりになりますが、少しコロナが落ち着いたということで、また、直接ね、1対1の、指導というのも再開しますので、改めてよろしくお願いします。ありがとうございます。井上さん、今日は SNS ってことなんで、まあ、SNS って、まあ、皆さん、まあ、Facebook とかですね、あと、Instagram とか、Twitter とか、LINE とか、まあ、音だけで聞く、クラブハウスっていうようなものもあったり、まあ、いろんなものが存在してるんですけど、まあ、今ですね、多くの人がやっぱりそれを活用して、いわゆる、まあ、昔のように電話で喋るとか、っていうだけじゃなくてですね、コミュニケーションの形っていうのは、複数存在していると思うんですけども、まあ、井上さん、常に新しいものを、やられてるなと思うので、今日は特に視覚障害者でも楽しめるとか、逆に視覚障害者の方が楽しめるみたいなところもあれば、ぜひ教えてもらえればと思うんですけど、これ、あれですかね、なんかプレゼンテーションみたいな形にします、それともどういう形がいいですか。まあ、特に、今日は資料はございませんので、はい、まあ、こうディスカッションみたいな形でもですし、まあ、こう最初に、SNS って、何なのというところからですね、まあ、こう有名な SNS ごとのこう旨味だったりですね、ちょっと私がどう活用しているかっていうのを話しながら、まあ、後半はこうディスカッションみたいにできればなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまずは解説してもらって、ちょっと僕も適宜そこ見入れながら言っていようかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、多めに突っ込んでもらえると私も助かります。はい、よろしくお願いします。はい、では改めてですね、皆さんよろしくお願いします。SNS、もう最初からね、アルファベット3文字で、なかなかまだまだこう始めたいけど、始めたい気持ちはあるけど、こう難しいのかなとか怖いのかなとか、我々見えないかったり見えなかったりすると難しいのかなとか、いろいろ心配事があると思います。で、そもそも SNS、頭文字ですね、ソーシャルネットワーキングサービスということで、まあ、この言葉よりももう今 SNS としてね、定着している言葉ですけれども、簡単にこう、まあ、こう分かりやすく言うと、このインターネットの空間の中でこう一つのこう社会というかですね、交流ができるようなこう場所ということになります。これは、グループだけではなくてですね、1対1で、人ともつながるし、グループともこうつながり、接点を持てるということで、まあ、こう交流サイト、人と人とが交流する、サービスだと思っていただいて間違いはないと思います。では、こう、SNS、というとですね、日本の場合だとですね、SNS っていう言葉が出てきたのが、だいたい2000年、過ぎてから、正確には2004年って言われてますね。で、
ちょうどまだ2004年っていうと、まだまだガラケーが、ね、スマートフォンなんてまだこう、想像もされていない頃だったかと思われますが、私もその頃はね、折りたたみのガラケーを、まあそれしかなかったのでね、使っていました。で、まあ SNS といえば何ですか？どんなものが皆さん連想するでしょうか？今私が、いくつか、サービス名を挙げていこうと思いますが、Facebook、インスタ、インスタグラムですね、Twitter、最近だと TikTok、一番最近だと先ほど三宅先生も、おっしゃられた、声のアプリですね、声で、人と人がつながるっていうクラブハウス、こんなところが、バッと上げるところでの現行の SNS、主流の SNS だと思います。まあメジャーのものからマイナーのものまで探し出すともうキリなくあります。で、SNS ってどこからが SNS で、これは SNS なの？これは SNS じゃないの？っていうのもなかなかこう線引きが難しいぐらい。例えば今、こう、なんだろうな。皆さんも使われてると思うんですけど、YouTube、LINE、Skype、この辺も定義上は SNS で定義することができるものになります。ではですね、あとごめんなさい、日本で国産としては、日本で流行ったものっていうと、Mixi、Gree、なっていうのが2004年あたりに出てきたものだと私は認識しています。で、まあじゃあ LINE が多分この中でも使っている方が多いのではないかなと思うんですが、LINE って SNS じゃないでしょって思われている方も今お聞きになられている方は多いと思うんですが、LINE も SNS の機能を兼ねているものです。多分皆さんトークって言って1対1だったりこうグループチャットみたいな形でこう仲間同士でね、メッセージを飛ばし合ったり、あとは1対1で電話したり、オーディオ通話ってインターネットを介した電話、あとはビデオ通話なんかも使ったりすると思います。そもそもね、インターネットを介して、まあ、LINE の場合は ID だったりね、こう QR コードでじゃあお友達になりましょう。LINE やってるんだったら、じゃあ LINE でメッセージやり合いましょうって言って、こう繋がるっていうのも、こう SNS のこう人と人が繋がるっていうところの一つだと思います。オンライン上で繋がるっていうのは定義上は間違っていないんだと思います。多分、こう LINE の中でも、まあ多く使っているのは今トークだと思うんですね。一対一、あ、誰さんから LINE が来た。返事返さなきゃ。あのトーク。以外にも LINE は、最近だとオープンチャットと呼ばれる、友達じゃない人じゃなくってもこう集まる、例えば視覚障害者の中の情報交換の、場所、のチャットルームみたいのが、LINE の中にはあったり、例えばこうお店で、LINE で登録してくれたら、ね、大盛り無料にしますよとか、ドリンクいっぱいサービスしますよとか、そういうね、こう、ものだったりもあったりしますけれども、こう、まあ、LINE のトーク以外にもですね、トークの隣のタブですね、スイッチの切り替えのところには、タイムラインっていうものもあったりしますね。で、このタイムラインに関しては、皆さんが想像する SNS、Twitter とか、インスタ、Twitter とか、Facebook のような、こう、一対一でつながっているお友達じゃなくって、自分のつながっているお友達にみんなに自分の情報を発するタイムラインなんて機能もありますね。一対一で個別ではなくって、今日どこで美味しいもの食べてきたんだよとか、いついつこんなイベントやるからみんな来てねとか、そういうようなこう一斉に流す情報みたいのもこうタイムラインっていう機能があったりしますので、まあ LINE もトークだけ、でも使えるとね、非常に便利なんですけれども、さらにこう世界を広げる、だったりこう、特にね、自分の発信する情報がある方ね、
なんかにはすごくこう便利かもしれません。また、学びの場につながったり、交流につながったりっていうのも、LINE では便利に使うこともできます。LINE の場合だと、オープンチャットですね。オープンチャットなんて言い方しますけれども、ここも、ホームの中からね、いろんなルーム検索することができるので、ちょっと気になるワード入れてみると、いろいろなね、こう、仲間が、集っている、みんなで集まって、交流会、交流しましょうっていうような、こう、ページがあったりしますので、ちょっとこうね、皆さんも、少しこう、LINE の世界を広げてみるっていうのも、まず入り口かもしれません。ではですね、続きまして、Facebook と Twitter あたりから行ってみたいと思います。で、視覚障害者に限れば、Facebook と Twitter はすごくユーザーが多いです。使っている人が多いです。で、ボイスオーバーでの操作も基本的には、問題なくできるようにはなっています。まあ、アプリの設計上ね、ここのボタンが読まないんだとかよくある、こうトラブルが非常に少ないかなと感じてます。で、私は Facebook と、Twitter はもう本当にこう別物のような形で捉えてます。まずじゃあ Facebook の方からなんですが、Facebook の方がですね、まあ、こう、LINE と同じように友達同士でつながる。で、つながって、要は交換日記ですかね。写真をつけたり、動画をつけたり、週末こんなとこ行ってきたよって、ちょっとこう、綺麗な景色だったから、ちょっと一枚みんなにおすわけですっていうような、こう、なんだろう、自分の情報を発信する。また、お友達になっていれば、そのお友達の情報を、こう、見ることができる。っていう、交換日記のような、イメージですかね。で、その他にね、こう友達同士ではなくて、友達がつながったりとかですね、することができるので、例えば、どなたか、私とお友達になっている。で、私のお友達の方には、その情報は来なかったりするけれども、シェアといってね、私が代わりに、私のお友達にもその情報を届けていいですかっていうような、こう、仕組みがあるので、こう、情報がね、こう、いつしか、Twitter、Facebook でもそうか、ね、こう、アラブの春なんて、10年近く前にありましたけれども、こう SNS、Facebook や Twitter を使って、こう、当時の、こう、政権がね、倒れるっていうぐらい、こう、情報のね、こう、拡散力というか、情報がこう、いろいろな人に自分が発信したメッセージを届けられるっていうような、こう、ね、こう、できるようにもなった。というのがね、この Facebook のこうシェア、Twitter だとね、リツイートなんて言ったりするんですけれども、自分の情報が、友達を介して、こんな情報あるんだよ、僕の友達が書いてたけど、友達が、例えば、私のお友達になっている井上さんが書いている、こんなことがあるからみんなにも読んでっていう、井上の話をみんな、投稿をみんな見て、僕の友達を見てっていうような、こう、形で届ける。で、またその届いた人が、あ、これはもっと世の中に広めた方がいいなというと、その人がまた、その人のお友達にお話を、投稿を、拡散するという形で、こう、情報が倍々に広がっていく。というので、こう、便利に使おうと思えば、すごく便利になりますし、こう、ね、こう自分が、ここだけの話だったのに、いろんなところに話が一人歩きしちゃった、なんて言って、こうトラブルになることもあったりしますので、自分の情報のね、守り方っ
だったりこうするのもすごく必要なところになってくるので、またそこは後ほど、まあ、機能的なところで、ご説明できればなと思います。で、今度ツイッターの方に行くんですが、ツイッターの場合はですね、どちらかというとこう好きな人、この人の、情報だったりこう、まあ、つぶやきという、まあ、ツイートってこう鳥のさえずりのことをツイートって言ったりするみたいですけれども、本当にこう一言二言発信したものが、ツイッターではね、文字制限、日本語だと、まあ、世界中で140文字か、で、全角の大文字だと140文字、アルファベットだと今280文字の、短いこう短文投稿という形になりますけれども、まあ、いろいろな、情報が溢れています。本当にね、もうお腹すいたとか眠いとか、もうこう、つぶやき程度のものもあれば、こういうイベントやりますよ、詳しくは、メッセージくださいというようなこうお知らせがあったり。ということで、なんだろうな、こう、Facebook と違って、お互いに友達になりましょうね、はい、いいですよっていうようなやりとりがなくっても、基本的には、あ、じゃあ、三宅拓先生がいた、じゃあ、三宅先生の、普段のね、こうツイート、つぶやきを見たいなと思ったら、その方をフォロー、要はお友達、自分の中でね、読者になるというような形で、あ、この人のは読みたいですというような形で、フォローというボタンを押すと、その方とその方が、投稿した文章が読めるという仕組みになります。なので、この人の読みたいな、あなたはダメですよっていうようなことは基本的にはないんですね。ただ、本当にお友達だけにしか読んでもらいたくないですよっていうものは、そういうこう設定をして、自分の情報を守ることができます。なので、Facebook の場合はお友達になりましょうっていうので、あ、いいですよって言ってやっとつながって、お互いにその日記が見れる。対して Twitter の場合だと、この人の読みたいなっていう、こう、そのボタンを押せばですね、その人のだけ、読めるようになる。それが一覧に出てくるという形になりますので、こう、すごく、なんだろうな、気軽に、読める、ものになってきます。で、もちろんこれどちらもね、動画もそうですし、画像も、貼り付けることができますので、意外とね、請願の方だと、写真がメインになってきますが、少しずつ年々ね、こう写真のこう AI が、写真を見てくれたりということで、非常にね、こうどんな写真が写ってるって言ってくれるようにはなってきてますが、まだまだやっぱり物足りなく、ね、いますけれども、まあ、少しずつね、どんな写真投稿してるのかなっていうのも分かるようにもなってきましたね。で、まあ、ざっとなんですが、あとは最近だとインスタグラム。このインスタグラムがですね、実はあの Facebook がやっている会社、Facebook、今メタって会社に変わりましたけれども、この Facebook の会社が、運営している、Facebook とはまた違う、もう一つの SNS がインスタグラムです。で、今まであった Facebook は、文章があって写真があるっていうようなこう位置づけでした。なので、週末こんなところに行ってきました。すごいこう景色が綺麗だったから写真1枚思わず撮っちゃった。それを見てっていうような流れだったんですが、Instagram の場合はですね、写真が1枚バーンとあって、そのイメージ後にテキストが出てくるような。なので写真見てっていうその補足情報にテキストを入れる。文字を入れるというような、ちょっと順番が逆転してます。なので、テキスト、文字が優先の、Facebook、写真が優先の Instagram ということで、なかなかちょっとこう、視覚障害者にはハードルが高いのかな。まあ、どんな写真ってなんとなくは読んでくれたりはするんですが、なかなかちょっとこう、僕らには立ち回りが難しいかなと。で、一つインスタグラム、私もここ半年ぐらいで始めたんですが、今インスタグラムは私もこう、どちらかというと、まあ、趣味でやっている競技ボーリングですね。で、ここの情報発信ということで、どちらかというと、請願者に向けて、
発信してます。で、ただ、困るのが、まあ、大体ざっくりですが、5割、6割ぐらいの操作しか、ボイスオーバーの環境で使えないと。で、なので、まあね、こう、セガンドショと比べると、実はちょっとこう、かなり使いにくい。我々だとこう押せないボタンがあったり、そもそもボタンを、そこをボタンだと読み上げなかったり。ということで、まあ、かなり、視覚先行の、SNS にはなっていますが、例えばこう、この近くでなんか美味しいご飯屋さんあるのかなとか、こんな、お店あったらいいなっていうような、こう周りで何かちょっと人気な場所とか、ですね、こう調べ物するときにはすごい便利だったりしますので、ちょっとこう、セガン社とは違う使い方という感じでは、なんか使う道が、アイデア次第ではあるのかなと、感じております。で、次にですね、TikTok、もうこの TikTok、私もちょっとできるもんならやってみようかな、まあ、このアプリがどのぐらい使えるのかなと思って、ダウンロードしてみましたが、私には全くダメでした。そもそもボイスオーバーが全く効かなかったです。今ね、すごい若者ではすごい人気な、TikTok、どちらかというとこう短い、YouTube とは違って短い動画をこうポン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 画面上にね、こう上がってくるような、サービスになりますけれども、まあ、そもそもこの動画見てっていうようなサービスなので、やっぱりこう、ね、見える人にこう、アイキャッチで届けるっていうようなサービスになるので、ちょっと我々にはお手上げなのかなと。ただ、請願の方にね、操作を依頼して、まあ、視覚障害、我々こんな、困り事があるんですよっていう、こう発信している、視覚障害を持つね、若い子たちも見受けられますので、やっぱりこう、ツールとしては、特に請願者に届けるツールとしては、すごい有効なのかなと感じてます。で、最後にですね、クラブハウス。ちょうどクラブハウスが、始まっ、まあ、アメリカから日本に上陸したのが、今年の1月の末頃。東京でもね、2月の頭にすごいテレビとかラジオで一斉になんかこれ新しい SNS ですごいぞっていうので紹介されて爆発的に人気が増えました。で、このクラブハウスは今までの、紹介した SNS と違って、こう、文字とか、動画とかではなくって、もう完全に声の SNS になってます。なので、こうやって今日、ズームで今私のお話を、皆さん聞いていただいてますけれども、まあ、皆さんがミュートをね、こう、取ったらっていうような、こう、交流の場になると。皆さんで、ね、ワイワイ喋って、情報交換をしたり、一つのテーマを設けて話をしたり、もしくはこのような形で、一人二人が喋って、いろんな方がこう聞いていただけるっていうような、音声の SNS っていうのが出てきたのが新しかったかなと。この、ね、この、クラブハウスでも私のざっくりとした感覚ですが、今、視覚障害当事者が400人ぐらいいるのかなっていう感じがします。ね、もちろんね、こう、操作、ズームもそうですが、ミュートしたり、いろいろね、操作はしなくてはいけないんですが、基本的にはね、こう、みんな写真見て、文字を見てって、ボイスオーバーで読んでっていうようなことではなくって、みんながね、こう、生の自分の声をお互い届け合うっていうので、すごくこう視覚障害者にはこうフィットしやすい SNS なのかなというので、これからね、声の SNS、自分でラジオを配信したり、というようなね、これからは少し声、文字、写真の動画の次にね、声っていうところが、これから少し増えてくるのかなという、私は感じてます。なので、今ね、私がおすすめするところで言いますと、Facebook、Twitter、Clubhouse あたりがすごくこう入りやすいところなのかなと思います。
ありがとうございます。はい。すごいですね、井上さん。SNS でこんなに喋れるなんて、もう、その道のプロだなって思いましたけども。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。まずちょっと皆さんの質問を受ける前に、ちょっと僕の方からも、まあ、一般人とか普通に、まあ、目が不自由がなくてもですね、やっぱり SNS ってすごい、こう、僕らの生活を変えたなって、個人的にも感じてますので、ちょっと補足で情報を出させていただくと、まあ、まずですね、音声の電話みたいな機能も LINE とかでもあると思うんですけど、やっぱり、複数の人数で同時に喋れるっていうのがすごく重要なんですね。で、まあ、僕とかもですね、姉が2人いるんですけども、今、東京と名古屋の端っこの方と、まあ、瀬戸の方にですね、それぞれ別の場所に住んでるんですが、まあ、朝、いつも LINE でグループトークをしてるんですね、親と姉2人が。で、ずっと30分ぐらいつなぎっぱなしにしていて、まあ、それぞれ自分の家で家事してるんですけども、声だけつながってるみたいなことがあってですね、時々僕もそこに参加するんですけど、本当に実家にいた時みたいな感じなんですよね。実家にいた頃、姉二人と母親がよく喋ってるのを聞いてたんですけど、まあ、それが今、オンライン上で普通に再現できていて、まあ、母も、優に80ぐらいになろうとしてるんですけど、年齢かかわらずですね、そういうスマホを通して、まあ、地域も超えて会話ができてるっていうのは、まさに SNS の強みというか、恩恵だなという感じがします。その他ですね、有事の際ですね、災害があった時とかに電話ってなかなかつながらなくなると思うんですけども、こう SNS は生きてたりするんですよね。なので LINE でスタンプを 1個押すだけでですね、生存確認をしようとか、まあ、そういうことをやってる人たちもいて、いざっていう時のコミュニケーションの手段、情報伝達の手段としては SNS ってのは非常に重要だなっていうふうにも感じます。その他ですね、まあ、脇地さんもよく話してくれてますが、スマートスピーカーですね、スピーカーでそういうものと連動しているものもあるので、まあ、極端な話、携帯電話自体は一切見なくてもですね、そのスピーカーに対して誰々に LINE 電話してみたいな感じで LINE で通話したりだとか、でグループトークに参加したりっていう形になると、まあ、本当に家にいながらですね、声がこうつながってるみたいなことって別に全然普通にできる時代になってきているので、まあ、スマホでいろんな難しいアプリをやるっていうよりも、まあ、まずはそのつながる手段として SNS 始めてみるっていうのは、まあ、ありなんじゃないかなと思って聞いていました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ちょっと脇地さんからもぜひ補足コメントあればお願いします。はい、まあ、SNS っていうと、本当に、まあ、いろんなこうコミュニティということで、人とはつながる、まあ、普通だとね、なかなかその出会いもできないような方とつながる。フェイスブックなんかで検索などですると、本当に地域、自分が出た小学校の人を探すとか、どなたか人を探すときに名前入れてみると、ヒットしてくるとかですね、そんなようなことが、普通だとなかなかそういったことを探すというのはできないですよね。で、そういうことがもうできるっていうのはすごいなと思いながら、はい、私もそういうことで探したことがあります。まあ、あとは、まあ、あまり頻繁には私は使ってませんけれども、ですね、クラブハウスはラジオ帰りに、クラブハウスはよく聞いてます。まあ、新しいということもあって、ですよね、今年登場したということで、まあ、一時すごくバーッと流行って、その後ちょっと少し落ち着いたというか、落ち着くという表現がいいかどうか分かりませんが、まあ、使ってる人は使ってる、非常によくこれを有効に使ってるんだけど、まああんまりこうね、そこに入ってこられない方は、もうそのまますっとこう使わなくなってる人もいるし、でもやっぱりこういう出会いを持てるツールっていうのはすごいですよね。それまでまさかそのつながり、普通だとつながらない人とつながって、まあ、そこが縁でですね、いろんなこう発展しているところっていうのがあるので、まあ、コミュニティっていうのを作るのは、まあ、こういったデジタルの技術使って、新たにつながるコミュニティって、面白い可能性はあるなと思います。はい。そんなありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当、僕も小学校の同級生とかですね、20歳で東京に出てきてから、1回も名古屋帰ってないんで、1回もっていうか、名古屋の同窓会とかに全然行ってないんで、全然つながりがなくなってたんですけど、まあ、Facebook で見つけられてですね、今では小学校、中学校、高校生の同級生からよく連絡来るみたいな形で、まあ、こういうのもやっぱり SNS ならではなのかなっていうのをすごく感じています。はい、というわけで、井上さん、ちょっとチャットの方に質問が来ているんですけども、はい、
メタバースは視覚障害者に楽しいことありますかって来てるんですが、これメタバースってあの Facebook の新しいやつですね。新しいやつですよね。うん、でこうアバターのようなね、うん、昔グリーとかが、うん、アバターを使って仮想空間でね、こうみんなでこうなんだろうな、集まってみたいな、うん、こうね、こう自分の、なんだろうな、こう漫画みたいなね、キャラクター作ってなんてありましたけれども、うん、それがこう、ね、今、私も、ここのズームの中に入ってますが、実はこう、ズームの中の画面で、私もいて、三宅先生もいて、脇地さんもいて、今、お聞きいただいている皆さんが、こう、目の前にいてっていうような、こう、空間が、これからできていくのかな、というところで、まあ、視覚障害者がどう入っていけるか、そこにこうどう旨味を感じれるかっていうのも始まってみないとわからないのかなと。ただやっぱりこう AR、VR、こう仮想空間ですね、のところってやっぱりこう見えないと面白くないのかなっていう不安はありますが、ちょっとこう、まあ、僕らなりに、活用できる、こう、まあ、その視点ですねっていうのもこう持ちながら、これからサービスが始まったところで注目していきたいなと思います。ありがとうございます。そうですね、僕からもちょっと補足ですと、まあ、メタバースですね、その仮想空間の中で街ができたり店ができたりっていうのを、まあ、Facebook が今度作っていくよみたいな話なんですけど、あの、まあ、目の不自由な人って一言で言ってもですね、その、まあ、全盲に近い音で、空間を感じる人と、あとそのまあ、弱視ですね、ロービジョンで拡大すれば見えるみたいな世界があると思うんですけども、結構弱視の方には面白いことが起こるんじゃないかなって正直思っててですね、まあ、それがあのちょうど1月2月か G1 グランプリっていうこのゲームの大会をこの NEXT ビジョンでもやってるんですけども、まあ、ゲームをやる視覚障害の子どもたちとか大人っても結構いてですね、その現実世界では危なっかしくてできないこともゲームの世界ではできたりだとか、まあ、ゲームのアクセシビリティですね、拡大だとか音声読み上げを使うことで、まあ、体験できる。リアル体験では難しいものを体験できるっていう話が出てたんですが、メタバースの世界っていうのはまさにそういう世界なんですよね。つまりその、普通だったらお店に行ってですね、看板を拡大するって何かで取って拡大しなきゃいけないと思うんですけど、このメタバースの世界だと、まあ、例えばその本体のアクセシビリティ機能と組み合わせることで、メタバースの世界上の看板を拡大してみるとかですね、っていうことが、まあ、できるだろうなっていうのが、一つすぐ想像つくところかなっていうところと、あとこのメタバース何がしたいのかっていうとですね、最終的にはそこにお店とかを出すっていうのがあるんですね。で、世界中のお店とかがそこにあって、まあ、あたかも、リアルなショッピングセンター内のところをアバターっていうキャラクターが歩き回ることで、まあ、買い物ができたり、接客されたりとかですね、できるっていうのを目指していて、それって逆に言うと視覚障害者が移動障害者じゃなくなるっていうことを意味してるんじゃないかなと僕は思っていて、つまりそのメタバースの世界で、ボイスオーバーとかも含めてですね、音声補助、あと拡大機能とかがしっかりついていれば、現実世界ではちょっと難しいウィンドウショッピングが、メタバースの中ではできるみたいなことも、まあ、できてくるんじゃないかなという期待をしています。まあ、そんなに理想的なことばっかじゃないかもしれませんが、少なくともですね、それができるようになることで今までよりもやれることが増えるんじゃないかなっていうふうにちょっと期待してはいます。井上さんどうですかね、その辺の可能性って。そうですね、まずは弱視の方からっていう、ね、うんうん、ところ で, こううで、ね、期待できることは多いのかなと。多分やっぱりこうやっぱり最初のところはこうじゃあ視覚障害の方も安心して来てくださいっていうような形では多分ねスタートはなかなかしないと思うんですが、その始まったところでね、あ、自分たちでもこう使えるんだって逆に、うん、なんだろう、セガンド書はこうは使わないけどこういう使い方があるなっていうのは、うん、まあ、三宅先生もずっとこうおっしゃられてるアルテクっていう今あるものサービスでこう僕らがどう使っていくかってい う, こう考える視点っていうのは常にやっぱり持ち続けなきゃいけないのかなと、考えてますので、まあ、こうどうしても僕らの情報源ってこう請願の方からの情報源が多いので、こう使うのよってこう教わることが多いんですけど、僕らなりにこうちょっと角度を変えてみたりとか、こう考え方を変えることによって、あ、僕らでもこういう使い方ができる、請願者はこうは使わないけどこういう便利な考え方があるっていうところはこう常にこう考えて皆さんでいけて共有ができたらいいなと思います。ありがとうございます。
まさにこの団体とかがですね、どういう意見表明をしていくかで、こうメタバースが請願者のためだけの世界になってしまうのか、僕らにとってもすごく何か便利なものになっていくのかっていうのも変わるのかなと思うので、まあ、どんどん情報発信できればと思うんですけども、ちょっと今チャットにもう一個質問が来てたんですが、はい、メタバースは VR が必須ですかっていう質問なんですが、これどう、VR じゃなきゃ動けないってわけじゃ、多分そういうわけじゃないですよね。これ仮想空間にアバターで生活するみたいな意味ですよね、このメタバースって。そうだと思うんです。ただ、まあ、やっぱりこう、これから、まあ、こう、今 5G になってきて、こう、情報量も多くなって、VR、AR みたいな形でね、うん、こう、今、こう、出ている情報では、やっぱり、そういうものにはなりますが、うんうんうん、今、現実空間でも、見えなくても、我々がこう、社会に出るっていうのも、なんか同じようなこう僕はイメージ持ってますね、うんうんうん、周りは見えてるけど僕は見えてないけど、その中でこうどう立ち回るか、どう生活をしていくかということとなんか似ているのかなと、こう今直感的にこう思いました、うんうんうん、ありがとうございます。そうですね、 VR ってのはこう被ってみるやつなので、被ってみるやつ前提だと見えないとできないんじゃないかっていう話なんですけど、ただその、まあ、5G ですね、通信速度が上がっていくと、これから今までじゃとても転送するのが難しかった情報が普通に転送できるようになるので、例えば触覚ですね、触っている感覚の転送だとか、っていうものがあったときに、極端な話、もう空中に浮いている状態でどんどん触りながら移動していけるとかですね、っていうものがこうグローブと何かをつけることができるみたいなことも、おかしく、あってもおかしくないのかなっていう気がするので、まあ、今の時点での VR だと全盲の方がVR を楽しむのが難しいかもしれないんですけど、この次のフェーズのそのバーチャルリアリティですね、いわゆる仮想現実の世界っていうのは、匂いだとか音だとか、それこそ風とかですね、あと触覚とか温度みたいなものも転送できるようになるって言われているので、またちょっと違うものになっていく可能性もあるのかなという気はします。はい、はい、というわけで、私の方からも、はい、今先生の話含めてですね、2つ、ちょっとまあ情報の共有というかで、ね、こんなことがありました、ありますよっていうのがありました。いいですか？あ、どうぞどうぞ、もちろんお願いします。はい、まず1つ、有事ですね。有事の際に、すごくやっぱりツイッターが生きています。で、まあ、東日本大震災10年前にありましたが、この回でもね、一度、東京の、スラッシュのね、山賀信之さんが、お話しされていたと思うんですけれども、まあ、街中で東日本大震災に遭遇した時に、電車が止まって家に帰れなくなった。彼が帰宅難民、全盲の彼が帰宅難民になった時に開いたのがツイッターだったと。で、まあ、東京のちょっと土地勘ない方は、なかなかイメージしにくいと思うんですが、東京の池袋で彼は被災をして、ツイッターを開いた、まあ、どうやってこう家に帰ろうか、ね、その日をこう帰れない状態でっていうので、こう何か情報はないかなとツイッターを開いたところで、筑波の盲学校ですねが、寄宿舎を、開放しているという情報を手に入れて、そこまで移動して、その日は、こう、ね、こう、帰宅難民にならずに、まあ、帰宅難民というか、帰れなかったけれども、こう、ちゃんとね、こう、屋根あるところで、雨風しのいで、一晩明かせたという話もありました。で、最近、ここ、私がいる東京も、まあ、地震が多かったです。で、ガタンと揺れたときに、まあ、こう、テレビつけたりラジオつけたりっていうことをする、まあ、ネットを開いたりっていうこともあるんですが、なかなかこう情報すぐに欲しいときに、情報がないときに、ツイッターで、東京地震なんて検索すると、今揺れたよねって、自分だけかななんてこう書いている人がいて、あ、やっぱり自分のところも揺れたんだっていうのがこう分かったり、あとはこう本当にね、大きな災害があったときに、なかなかこう行政の情報も間に合わない、どこに避難所開設したなんていう、こう情報がね、特に我々に落ちてくるところっていうのは、なかなかこう遅くなると思うんですね。で、そういうところでこう一般の人が、こんな情報もあるよっていうので、もちろん中にはね、デマもあったり、ね、こう
不適格な正確な情報だけではないので、そこのこう情報の精査はものすごくこう必要なんですけれども、まあこうなんだろうな、困った時のね情報の収集源としては我々にとってはすごいいいものなのかなと考えてます。なので、私はこうこれからね、SNS チャレンジするというのでね、ツイッターっていうのは押さえておく必要があるのかなと、特に有事の時に備えてっていうのも考えると必要だと考えます。でもう一つが、クラブハウスで最近のちょっと事例なんですけれども、またネクストビジョン来年2月ですかね、ゲームに関してね、今年も、G1 グランプリでしたっけ先生。そうですね、 G1 グランプリ、はい、G1 グランプリで、なかなか私も中途の全盲者なので、ゲーム難民、まあこうテレビゲーム的なものもできなくなっちゃったし、まあこうカードゲームだったりボードゲームだったり、なかなかこうゲームすることってなかなかやっぱりこうなくなっちゃってるんですが、最近私クラブハウスの中でですね、コミュニケーションゲーム、要は言葉だけ、文字も、なんだろう、写真も、要は画面いらずに人の言葉だけでこうやり取りするゲームっていうので、最近ちょっとこういろんなゲームで、正眼の人とね、遊んでいるということがありますので、なんかこうもともとねクラブハウスもゲーム用に作られたものではないんですね、ラジオ感覚で自分もそのラジオの番組に参加できるよなんていう、こう触れ込みで日本で紹介されましたが、こうみんなでね、じゃあゲームするので集まってやろうよっていうところで請願者に紛れて、ゲームさせてもらうんですが、もうね声だけの世界なので請願者も視覚障害者もあまり関係なくって、ということでね、こう最近ちょっとゲームを久しぶりに楽しめているというような、こともありますので、ちょっとそこも、また我々発信でですね、何かこういう新しいゲームみたいのもこう作れる可能性が出てきたなということで、ちょっとこうなんだろうな、一つ情報の共有でした。ありがとうございます。はい、そうですね、もうやっぱりもう情報の取り方っていうのが、先ほどのツイッターとかもそうですけど、変わってきてるなっていうのがですね、僕も学生さんの授業とかやってるんで非常に最近感じるものがあって、でもこれ実は視覚障害者にとってすごくチャンスが来てるなって思う話があったんですが、先ほどのですね、その状況有事の際に情報を取るっていうのもそうなんですけど、例えばですね、リアタイっていうのが今検索としてあるんですね、リアタイ。リアタイってリアルタイム検索っていう意味なんですけど、まあ、Yahoo とかでですね、例えばリアルタイム検索っていうのをするとですね、例えば皆さんが歩いてるときに、まあ、電車に乗ったらですね、遅延そう、なんか電車が止まってるっていうときに、まあ、そのリアルタイム検索をすると、もうそこら辺でつぶやいてる人の情報が全部出てくるんですね。で、何々線、何々機遅延みたいな、どこどこで何々があったらしいみたいな、15分ぐらい遅れるらしいみたいな、もうひたすら情報が出てくるんですよ。でその昔であればですね、やはりそのこう情報の取りようがないですね、それ以上今何が起こってるんだろうってただ待ってるしかなかったのが、例えばそのリアルタイム検索っていうのを知ってるか知らないかだけで取れる情報が全然変わるんですね。で今はいろんな事件事故に関してもニュース見ていると、ほとんどが報道動画ってニュースのテレビ局の人が撮った映像じゃなくて、そこを通ってた人がカメラで撮ってる映像が流れてますよね。つまり全ての人がカメラを持っていて、全ての人が情報を発信できる時代になったとき、そのマスな情報にすぐ自分がたどり着けるかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要なんですね。なので、まあ、特に視覚障害者は情報障害者って言われますので、一つリアルタイムなつぶやきみたいなものが非常に時にはですね、重要な情報源になるっていうことがありますよ。そしてそれがそのボイスオーバーとかも使える端末で使えるってことは非常に重要だなっていうのがまず一つあります。でもう一つはですね、その今若い人たちはどういう感覚かっていうとですね、まあ、スマホやタブレットがもう当たり前に世の中にあって、パソコン使ったことないみたいな人たちなんですね。
だからパソコン使い方分かりませんっていう相談がよくあるんですけど、その人たちにとってですね、情報の問い方っていうのはもう全然僕らの感覚と違って、僕らはですね、何か知りたいことがあった時に検索する、しますよね。検索キーワードを入れて検索するっていうのが当たり前だと思うんですけど、今のその Z 世代って言われるのは25歳以下の人たちっていうのは検索しないんですね。でなぜ検索しないかっていうとですね、もうすでに過去の検索履歴から必ずそのおすすめ、リコメンドっていう機能で、あなたは多分これ次これ欲しいんじゃないですかみたいなことが出てくるんです。で、Amazon とかですね、楽天とかで何かを買い物したことある人は知ってると思うんですけど、過去に買ったものとか、今自分が見ている記事とかですね、すべて連動していて、多分こういうもの欲しいですよね、みたいな形でおすすめが出てくるんですね。で、僕らの世代、いわゆる、XYZ のですね、Y 世代みたいな、僕らのこう、30代、40代ぐらいの人っていうのは、まあ、過渡期って言われていて、そういう個人情報が取られてるような感覚で、ちょっとなんか気持ち悪い感じになるんですけど、まあ、さらに若い世代は、もうそれ当たり前で、それよりも自分にいかにいいおすすめをしてくれるかどうかが大事っていうふうにサービスを考えるって話をこの間ニュースでやってたんですが、これって実は視覚障害者の人にとってめちゃくちゃいい時代だってことなんですね。つまり、ネットショッピングをしたとか、ネットで検索何かをしたっていうときに、AI 側がですね、勝手におそらくこういうものが次欲しいんじゃないかとか、こういうものも今必要じゃないですかみたいなことをリコメンドしてくれるってことは、まあ、おすすめしてくれるってことはですね、検索する回数が減るってことなんです。あとその探しに行かなくても、多分こういうの、そろそろトイレットペーパー切れる頃ですよねみたいな感じでおすすめしてくるわけなんですね。で、その時に、AI とかスマホがまあ使える状態なのか、使えないの状態なのかで、やはりその生活の便利さっていうのが大きく変わるなと思っていて、リコメンド機能が実は一番役に立つのは視覚障害者なんじゃないかなって最近僕は勝手に思っていて、まあ、そういうものが一般的になってきたときにですね、探せないんですってことは起こりにくく、ますますなっていくので、そういう意味でも、変にテクノロジーアレルギーを起こさないでですね、まずは使えるところから使っていくってことを、まあ、今の段階でやっとくことで、まあ、5G だとか、すべての家電がつながる IoT みたいな時代が、まあ、先5年ぐらいで来たときにですね、なんかもうとにかく便利だなと、なんかいろんなことが前より楽になったって感じが実感値として来るんじゃないかなという未来をちょっと感じています。はい。脇さんなんか補足あります？はいはい。はい、まあ本当にこの、なんていうんですか、そういう変化によって何がまあ価値がまた生まれるかっていうか、いろんなところがですね、できて、つながってくるということがあると思うし、まあ本当にこう楽しみもあるし、まあ、使うか使わないかというところはありますけどね、まあまあ、情報を今のリコメンドとしてもらえるっていうのは、本当にいい情報っていうか、自分にとって必要な情報を、まあ、教えてもらえるというふうに考えてですね、もらえると、そうだった、これもあったらいいなと思うようなものを購入するときの手がかりにはなると思いますが、まあ、そういった商品だけじゃなくて、いろんなことがですね、私にとって本当に必要な情報はっていうのをこう探して、ある程度情報の中からピックアップしてもらって示してもらえるというのは本当にまあ可能性としてまたこれからまた伸びていくのかなと思ってます。まあ、メタバースとかそういったまあ、ちょっと新しいものだから空間的に ある程度ですね、仮想空間で何がこう、まあ、価値として出てくるかっていうのは、まあ、今後ちょっと出てくるのでどうなるかわからないですけど、まあ、そういうな多くの方がそれぞれニーズがですね、いろんな方が参加して、その中ではいろんなニーズがあるんだけど、それが一人一人にとって何が価値があるかっていう、それを一人一人が、まあ、大切なこととして捉えられるようになってきた、まあ、今よく言われますよね、そういったいろんな人が参加してそれぞれの価値を持って、まあ、今 インクルーシブな社会とかね、まあ、ダイバーシティが、まあ、どんどん進んできているのも一人一人個人の違いみたいなものが尊重されてくるような社会になってきてるかなっていうのは、いい面では感じています。はい、そんなところでです。ありがとうございます。はい。そうですね。もう本当この回を中心に、皆さんでその IT リテラシーというかですね、こう、まあ、ハサミとテクノロジーは使いようじゃないですけども、全員受けでですね、すべていいでもないし、もう絶対悪いでもなくて、うまく使うってことをやっぱりしっかり理解していって、まあ、変な詐欺とかですね、変なものに引っかからないようにしながら、でも生活は便利になっていくっていうようなことを、この回を通して、
こう知識アップしていくっていうのが必要かなと感じました。はい。あと10分ぐらいなんですけど、どうですか？まずはこの SNS の話題について皆さんなんか質問あれば、ぜひチャットに書くか、マイク外してコメントいただければと思うんですけど。伊藤さん。あ、伊藤です。外していただけると思ってました。ありがとうございます。目線を送ってたんです。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。伊藤でございます。1月から来ていただけるそうで、はい、非常に喜んでます。楽しみにします。私は FMS を割にヘビーユーザーになってしまってると思うんですが、お友達が230人ぐらい、そこだけプライバシーはその範囲だけにしてるんですが、はい、私ちょうどあと1週間で80歳になるんですね。そしたら私のお友達の中に、まあ、友人とか先輩なんかがちらほらおられるんですけども、はい、本当に 2,3 日しかおられなくて、私の年齢で同期のものでスマホを持ってる人がまずあまりいないから、FMS でその友人と通信することができないのが、まあ、悩みですね。それと私はちょっと多分嫌がられると思うんですけども、皆さん写真を主に使われてて、それの説明ぐらいになってるのがいいんだと思うんですが、私は写真がほとんどなしですから、文字だけで、かなり長い文章を書いてしまうので、それが最近は嫌がれてるんじゃないかなと思っています。FMS については、まあ、Facebook だけで、まあ、先ほど Twitter のことを市場の際にはいいと聞きましたので、ちょっと研究してみようかなと思っています。ありがとうございます。ぜひぜひ頑張ってください。でも、まあ、正眼の方でもね、文字長く書く人もいます。で、まあ、ツイッターの出現からこう情報は、まあ、本当にギュッとこうなんだろうな、こうメールの返信もそうですよね。本当にこう文字数を減らすように減らすようにっていうので、最近の若い子本当にこう文字数を減らす、もう接続詞を極端にカットしちゃうとか、こう、まあ、日本語的にそこどうなのっていうこともありますけれども、そこまでこう写真と文章のバランス、ボリュームっていうのは気にされなくて大丈夫だと思いますよ。で、特に、まあ、画像の説明みたいのもね、こう最近正眼の方入れてくれる人も多くなってきています。ツイッターの場合、画像を貼り付けてね、画像の説明を入れるところがあるんですが、そこの最近ちょっと驚いたんですが、注釈に、これはこう視覚に障害がある方も、これがここにね、画像の説明を入れてくれればこう楽しめるものですよっていう、ちょっと文章的なところは、今パッと出てこないですが、そのような、意味合いのね、アナウンスが入ってたりするので、ちょっとこの間、ツイッターでそれを発見して、驚いたというか、なんかちょっと嬉しかったですね、僕も。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、80歳になられるっておっしゃってましたけど、若宮さんも86でバリバリやってますんで、そうですね、年齢制限ないかなと思いますので、ぜひ活用していただければと思います。SNS のことではないんですけれども、井上先生にこの、ボイスオーバーをかなり価値を教えていただいてますんで、友人の間でも全部請願者なんですけども、例えば電話かけていたら、みんな一生懸命電話番号探したりするんだけど、私は何々さんの携帯に電話していたら5秒ぐらいでもうすぐかかりますからね。伊藤が一番便利に使ってるって言われますよ。おかげさまで。ありがとうございます。ありがとうございます。まさに文明の利器というかですね。やっぱりその使い方を知ってるものが強いっていう時代になってくるので。
ぜひ皆さんのアイディアをまたここで集約できるといいかなと思うんですけど、最後、井上さん、あと4分ぐらいなんで、なんかまとめなり、何かこの SNS について皆さんにメッセージいただければ。はい、そうですね。まあ、こう、もちろん、こう、情報のね、こう、自分の情報をどこまで出す、ここは出さないっていうようなね、こう、プライバシーの、こう、配慮っていうのは、もちろんしなくちゃいけないところだと思います。で、ただ、まあ、なかなかこう、今、こう、報道とかでもね、こう、アルバイトの子が SNS で、ね、こう、ね、こう、なんだろうな、こう、ちょっとこう、自分のね、こう、所属先、アルバイト先を、こう、貶めるような、こう、画像をね、こう、貼っちゃったとか、誰かを批判したら、よく炎上したんでね、こう、ありますけれども、そもそも SNS、まあ、私もこう、気をつけなきゃいけないんですが、やっぱりこう、人と面と向かってないから、ちょっとこう、表現が、大きくなってしまったり気が大きくなってしまったりっていうところはかと思うんですね。なのでこう一般的なこう、まあ、インターネットの中のルールっていうのも細かく、ね、こう誰が定義したのかわからないけどいろいろなルールあると思うんですけれども、基本的にはこう対面で、今までこう人間同士で接してるところのそのコミュニケーションがね、インターネット上になっただけなので、やっぱりこうなんだろう、ね、自分が見たくないと思うものはこう自分も出さないし、やっぱ自分が言われて嫌だなって思うことはやっぱ自分もそういうのはこうなんだろうな、こう誰でも見れるとこにはやっぱり出さないしって、それはこう今までのこう人と人のつながりのマナーっていうのもそこは変わらないのかなと思ってます。で、特に Facebook の場合は、本名が原則です。まあ本名でやらない方もいるのかな。うん。で、まあ Twitter は匿名なので、そこをね、こう良かったり悪かったり、まあ一長一短ですけれども、まずはね、まあアカウント登録してみてね、まあこう、小さいところから始めてみてもいいのかなと思います。で、まずは人の投稿を読んでみて、あ、こういうこと書いてるんだっていうのをね、こうちょっとこう楽しんでみて、まあ好きな芸能人とかね、こう気になる人。例えば視覚障害で言ったら、こう東京の高田馬場にある日本展示図書館なんかもこうツイッターなんかでも情報を出してます。で、そういうところをこうフォローって言ってね、お友達の登録をしてみて、こう、あ、こんなこと書いてあるんだっていうところからね、というところから始めてみてもいいと思います。まずは、こう、まあ、最低限のね、こう、こういうものなのだっていうのは、少し今日お伝えできたかなと思うので、まあ、こう、登録してみて、まあ、好きだったら続けてみる、嫌いだったら、もうやらないっていうのも、一つ、チョイスなのかなと。ただ、よくわかんないけど、やらないっていうのはちょっともったいない気もするので、まずは、こう、チャレンジ、してみたらいいかなと思いますので、ぜひ、またね、何か、困りのこと等々あれば、この後の、時間も使えますので、いろいろ、まあ、こう、チャレンジしてみてください。そこは、我々も応援できたらなと思いますので、私からは、とりあえず、前半の部分は以上となります。はい、皆さん、ありがとうございます。まあ、本当テクノロジーとハサミは使いようだと思いますので、まあ、手を切っちゃうといけないからハサミ使わないっていうわけにはいかないのと同じように、やはり便利なんだけどちゃんと使い方間違えずに使っていくっていうのは大事かなと思いますので、この回の中でもまた時々こういう話もしていければと思います。